はいどうも、りょうへいです。俺じゃないんだ、最初。うん、今日はね。どうも、ちょいテレビです。どうも、ちょいテレビです。はい、お願いします。はい、ということで、ね、なんすか緊急で動画。はい、そうだから、ちょっと今日は翔平図の活動があったんですけど、はい、残念ながら雨で土砂降りでしたね。はい、いきなりの雨。本当だったらその後にね、時間を大江さんにもらって。あ、そうはい、お時間本当はいただくつもりだったんですけど、まあちょっと雨で中止になってこの時間で先に撮っていますが、はい、翔平さん何歳になりました？ああ、32です。おめでとうございます。ついにあの翔平も、そうあの若かった翔平さんもついに30、ね、あの細かった翔平さんもついに、はい、8月12ですよね。はい、そうです、はい、に翔平さん誕生日ということで、毎年恒例の、あ、そうですね、毎年恒例のドッキリですか？もう嫌だよもう嫌です。そこはもう嫌なんで、プレゼントを、はい、お渡しさせていただこうと思い。マジっすか。自分いただいたんですよ、翔平さんから。おう、乱収いただきまして、はい、今めちゃくちゃ履いてます。僕も翔平さんからパワーアークを、パワーアークを手袋もらったんですか？はい、そうです、いただきまして、はい、あのガンガン試合で使っております、うん、見たことありませんまで使ってます。いやいやいやもらってその日に使ったよ。そうちゃんとヒット打ってるよ。おー、マジっすか。僕らから誕生日プレゼントということで、はい、お渡しさせていただければと。予想タイム予想タイム、うん、何予想タイムって。前と、ね、2年前はね、もうバラされてるから。俺去年はもうそのバラされるのが怖くて行っちゃってたから。うん、うん、良平さんのプレゼントに予想してください。どんな乾麺とかその辺を。翔平さんとしてなんか僕の食べ物がうどんみたいなんで。なんか僕と良平のなんか中でうどんを食べさせたい、でも食べたくないっていうなんかそういうのがある。嫌いじゃないんだけど、昔ちょっとね、いろいろあって、トラウマがあって俺がうどん食い行くって言っても固くなに断るっていう、そういうのがあるんで。ちなみにじゃあ大井さんのは、この前バッテっすよね、確か SSK のあの翔平っていう、ああバッテだった。とあと何でしたっけ、だけでしたっけ。ドンキでいろいろ買ってくれてたやつ。そうだ、下着買うかどうかみたいな。そうだウーバーワールドとか言ってた。そう、ウーバーワールドっぽいねみたいな。そうだちなみに先言っていいですか、はい、今回グレードアップしてます。グレードアップしてんの、はい、パンツから。しかも自分だけじゃないんですよ、もう一人の分も預かってます。今日この後渡します。どういうこと2人分、2人分と1人分なんで。どういうこと。良平さん多い、あともう一人から預かって。知らない。それは言ってないです。え、誰だ。でも交流のある人だよね。そうですね、うん、まあ一緒に野球を、まあ、なんだろう、めちゃくちゃ身近だよねっていう話です。まあめちゃくちゃだよ、まあ身近は身近。まあ、まあ、行きますか、渡しましょう。やめた人。やりづらい。もっとひねってます。やめた人じゃない。私じゃないです。まあいいや、とりあえず変わんねえな。じゃあどっちから行きます。じゃあ僕から行っちゃっていいですかね。 OK、 じゃあ行きますか。はい、僕はあのセーブデパートでちゃんとここにセーブと。はい、もうなんかどうなんですか、これ。なんか食事系なんすか。んー、太らすやっぱりうどんじゃない、やっぱ。いや、じゃあいいっすか。まだ中も入ってない。いいっすか。はい、これいいっすか、じゃあもらって。あ、いいっすか。こうする。中はね、結構でかいっすね、これ。包装は結構重いと思いますよ。重い。重いっすか。よくこれ都内から帰って俺だな。え、でもほら、池袋線で1本だけだから。あ、そう、恥ずかしかったけどね、ちょっとあ、多分これマジだ。ん？これあれだ、洗剤だ。違うね、洗剤わざわざ米パッドで買わないよ。キュッ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 言ってる今、触った感じ。米っぽい。まだそう、粉系。粉系。粉？うん、ちょっと危ない粉。いいっすか、じゃあ。ちょっと危ない、使えないよじゃーんと。なんかすごいぞ、これ。え、なんかここにボトルがある。お、で、ここに粉がある。何だと思います。開けてください。行きます。なんだよこれ。一応伏線は最初に貼ってあります、僕。え、あ、ダイエット。じゃあいきますよ。はい、いでよ。3、2、1、ダン。何これ。プロテイン。健康に良さそうな。スローダイエットプロテインブルーベリー風味。ダイエットプロテイン。ここね、美味しそうだな。なんかのブルーベリー味。おお。で、これ普通のソイプロテインとか、あ、ホイプロテインじゃなくてガゼイプロテインっていうのが入ってて、あんま聞かないっすね。まあ、一応同じ乳製品系のプロテインではあるんですけど、はい、吸収が遅いらしいので、はいはい、これが晩ご飯の代わりになる。いや、絶対食べるでしょ。めっちゃ、いや絶対食べるでしょ。いや最近もう抑えようとして、あの誕生日のまではちょっと食っちゃったけど、うん、お祝いだからってそろそろもうやばいなと思ってる。そうそう、あの本当に俺が入った時よりでかくなってるあ、なんかもう一個あるんですよ。そう、ちなみに、あの、下水話するけど、これより値段はこっちの方が高いです。ガチっすか。マジっすか、うん、いいっすよ、いきますよ。3、2、1、プシッ。ダッサー、今そっち系か。そっち系か。何これ、ファインラボ。超燃焼プロテイン、あ、プロテインってか、アミノ酸。アミノ酸タブレット系のアミノ酸。すごい、健康にしようとしてますね。これが、中にアミノ酸以外にアミノ酸やハーブ、
ハーブ？ハーブです。ハーブティーとかのハーブが入ってるので、はいはい、あのお腹に入れた時にすごい燃えてる感覚があるらしいんですよ。内側から本当に燃やしてくる。すごいなそれは。マジ？うわーありがとう。じゃあ僕あれですね、遠回しに痩せろって言って。そう。やばいですね。去年も一応健康用品をね、うん、あのマッサージ機、マッサージ機もらった。はい、もらったもらった。お渡しして、少しでもまあ年齢もね重ねてきてるので、そこはあの健康に過ごしていただきたいな。そうですね、間違いないですよ。これ、はい、マジ会う人会う人にでかくなったっすね。そうそうそう。さっきもあのひろむくんにも言われたし、ツインズの。うん。久しぶりに会った人もにもすげえ言われるし。だって俺もうずっとやってるけど、それでもでかだったと思うから。ちゃんとお店の人にいろいろ聞いてどれがいいですかってすごいあのデブにはどれがいいですかって言って最低じゃないマジっすか。まあでもちゃんと聞いてあの専門家の方には反省でちゃんとした食スポーツ売り場の人に聞いて、いや美味しそうじゃないですか。めちゃくちゃめちゃめちゃうまそう、うん、あとレビューしてくださいよ。そうっすね、はい、ありがとうございます。これは本当に燃える感覚があるって言ってたから。すごいな。これいつ飲むんですか。運動前とか。そうですね、運動前にであのさらに、ね、自分の代謝で燃やしていくっていうような。こっちはまあ寝る前とか夕方、ね、夕ご飯ですね。まあ、逆に腹溜まってるんだったら朝飯の置き換えでもいいのかなっていう。そうですね、朝飯夜飯、はい、めちゃめちゃいいわ。いいっすね、ありがとうございます。よし、はい、これ毎月送られてくるんでしょ。定期購入マルチじゃねえぞ。マルチじゃねえぞ。わありがとうございます。これは、ま、あの本当に純粋に嬉しい。おお、よかったですね。ありがとうございます。よかったです。喜んでいただいて、はい、高いのにね。2年前のトラウマが、そう、そう徐々になくなってきてる。いやいや、よかった。ありがとうございます。じゃあちょっと次は葵さん、はい、いきますか。陽平さん2個だったじゃないですか。うん、うん。自分結構数多いっす。数多い。数多いっすね。で、そのさっき誰かもう一人いるみたいじゃないですか。うん。オットさんから。マジっすか。はい。オッチョからか。で、それ予想外だ。今日午前中野球してたんですけど、うん、その話をしたら、あ、じゃあ俺からもっていうことで。マジで、はい、結構数あるんで、はい、一個ずつ渡していくんですけど、テーマがあるんですよ。テーマ、はい、痩せるじゃないの。それは俺のテーマ。痩せるテーマがなじゃないの。そんなひねってないですね。マジですか。はい、でもまあ、言っちゃって。これって、ね、時輪の袋、このでかいタイプの袋でね、持ってきてるってことは。そうですよ。じゃあ1個目いきます。1個目はこちらです。まずは1つ目。おお、バッティング手袋。バッティング手袋の SSK のブラックです。わあ、ありがとうございます。はい、去年赤でしたよね、確か。赤で、翔平さんはやっぱり赤とかオレンジとかのイメージがあるんですけど、うん、ちょっとイメチェンを兼ねて黒です。黒はイメージないですよね。ないですよ。白か黒でもやって、うん、やっぱ白ちょっと汚れちゃうんで黒かなっていう。マジっすか。はい、ありがとうございます。1個目 SSK の手袋すごっ。はい、L サイズ。わあ、マジか。なんかしかも新しいタイプじゃない。そうですね、多分見たことない。はい、黒持ってないっすよね、あんまり。ない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 っすよね。結構いいっすよね。ないっすね。え、これね、まだあんの。まだあります。またあんの。はい、自分乱収をいただいてるので。ああ、じゃあ次いいっすか。あ、いいっすね。次はですね、はい、2個同時にいっちゃいます。2個同時に。はい、いきますよ。はい、こちらです。おー、リストバンド、しかも黒。はい、黒で揃えてます。リストバンドを翔平さんはちょっとあんまりイメージがない。そうだね、あんまつけないかもしれない。アームスリーブはイメージあるけど、リストバンドは言われてみるとないっすよ。ラガースの時もほぼつけてない。白はつけてたことある。白はつけてたことある、うん、白はつけてたことある。黒はない。やっぱ黒の手袋をあげたら黒で揃えてほしいっていうので。なるほど、はい、ありがとうございます。これは統一感って意味です、それが。なるほど、はい、しかもスラッカーのイメージはマジでない。いや、そうです。この厚いのと薄いのがあるんで、うん、好きな方でみたいな、あの使い分けができます。夏冬とかね。そうです、そうです、そうです、うん、うわー、ありがとうございます。あ、持ってないですよね。ないないない。スラッカーのイメージないですもんね、うん、では自分からラストです。ラスト、はい、おお。いきますね。はい、これは消耗品系かな。消耗品、はい、歌丸か。歌丸。歌丸じゃないですね。そんなことしないやろ。はい、これです。水プロのアンダーシャツ XO。 マジか。サイズどうですか。サイズぴったりです。ぴったり。危ない。多分これよりでかいのなくて。でしょ。はい、アンダーシャツ大丈夫。これあれだ、匂い消すやつ。そうですね。はい、お前くせえよってこと。いや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 、これでも新しいやつですよね。あの空撃のなんか一緒にこう出てるやつで。へえ、そうなの。はい、空撃とは別タイプのやつみたいな、けど水プロみたいな。へえ。まあアクティブもよく使ってるんですけど、まあ、あのちょっといっぱいあっても損はないかなっていう。そうっすね。今日みたいな雨とか来ると。そうっすね。これはあんま来たことないっすか。来た、いや全くないよ。空撃もないし、一回も。いや、嘘だ、おい、ちょっと待て。空撃も来たことないし。おい、ちょっと待て。え、2年前忘れてた。あ、違う、だから、のせればある。あ、はいはい、のせればあるけど、こういう、なんか暗殺っていうのはこういうやつ。はいはいはい、半袖とか長袖とかはないから、一回も、水の系は。俺、2年前なくされたかと思ったもん、今。いや、あらあら、眠ってる眠ってる。眠ってるのか。はい、あのシャツですね。うわ、ありがとうございます。これも試合で使えると思うんで。そうですね、でも、はい、結構コラボしてんだね。すごい、してますね、いろいろ。うわー、マジでこんなに。はい、
ありがとうございます。はい、ではオットさんからです。マジっすか、何なんですか。あ、野球用品は間違いない。真逆のものです。お前いるのかよっていうレベルのものです。お前いるのかよってなったら、インソールとか。あー、インソール、あの足を速くする系のインソールとか。あ、近い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 。今、ワード近いっす。できますか。あ、スパイクの歯取り替えよう。いや、いや、いつの時代のアシックスで。どうすか、今結構近いっすよ、2人。そう、インソール、インソールっぽい。じゃあここも自分で出してもらえますか。ピーカー、ピーカー。それ、足遅くなるんでいいじゃあお願いします、自分で出してください。いいっすか、出して。はい、いきますよ。行きましょう。3、2、1、シュッ。ははは、どうすか、ソウルよ。あんまり、ま、持ってないっすよね。持ってはいるけど、アディダスの持ってる。アディダス持ってる、あ、白金のやつは持ってる。前原さんで買っただけかな。なんかつけてるイメージないんですよね。いや、そう、去年のゾゾマリンで1回つけただけで、あ、他全然、通りしですし。スライディングの時。てかそもそも違う、盗塁する前に打ったまま帰ってきちゃうから。ああ、そういうことか。じゃあいらないっすね。それも、いや、いるいるいますか。しかも黒で、しかも。そうなんですよ。そこは統一してます、全部。だから今回マジの黒なんですよ。え、たまたまこれ、今日買ってきたの。今日っす。今日っす。だからか。はい。マジっすか、黒統一、すごっ。ありがとうございます、こんなに。全部練習とか、撮影とか、試合で使えますもんね。使える使える使える。しかも走塁用なんかは、これちょっと洗えるんで。あ、そうか、走塁は洗えるんですよ。洗えますね。で、多分こっちもウォッシャブ。あ、そう、ウォッシャブルか。エセつけそうだ、ウォッシャブル。すごっ。めちゃめちゃ。よくないですか、いい補充。めちゃめちゃいい補充っすよね。補充っていうか、まあ、ありがたい。はい。これで頑張ってもらおうかなと。はい。はい、32歳。そうですね、頑張ります。いや、申し訳ないね、2人とも。この時間も耐えてもらってね。大変申し訳ないです。まあ、あとはちょっと怪我をしないように、体調に気をつけて。本当に。だいぶでも良くなったと思う。ストレスをなくさないように。最近良くなったのよ。マジっすか。最近調子良くて、ちょっとまだ逆流性食道炎はあるんです、全然。飯食ったらうわーってのあるんだけど、なんか急にこうなんか動悸というか、そういうのは長くなって、寝不足でね、頭痛とかもないし。いいっすね。なんでだろうね。何ですかね。ほんと調子いいっすよ、性格悪いな。うん、いやいやいや、もうなんていうか俺もちょっと分かんないけど、 YouTube の編集とかも、うん、素晴らしく順調なんですね。いいっすね。ね、二人で回してんすか。増えてますよ、超順調。問題特にないよね。あ、君がちょっとやったぐらい。まあ、今回久々やらかしました。マジっすか。やらかしました。まあ、もうミスは人間なんで。選手の背番号間違えるっていう。先生の背番号。ああ、独立の。はい。はありましたけど、他は特にないし。もう僕も言われてる3日前の日も今のところ全部できてるし。そうそう。ちょっとまあ、音の大きさとかでの訂正はあるけど。第一次納品は最近ね、もう。いいっすね。自分の時間が増えたんで。そうなんだよ。そう、そうなんだよね。自分の時間、俺はあの別の、なんだろう、プライベートの時間が増えたんで、ひたすら桃鉄やりまくったり、スイッチですか？スイッチ、そうそう、スイッチ、スイッチでやったりとかして、楽しんで、まあ、ね、やりつつ、ちゃんとやることはやりつつ、空いた時間でそういう風にやったりして、もう3日連続で桃鉄やってて、いいな。30年とかやってる。今年は、まあ、もうラストあと何ヶ月かですけど、そうですね、秋冬、もう上昇しそうな感じ。忙しくなりますからね、まずどうせ。まあまあ、ほっといても忙しくなるんで。そうですね。頑張っていきましょう、お互い。頑張りましょう。はい。じゃあちょっと32歳の抱負を。おいいですね。抱負ですか。そうですね。32歳、そうか。32歳ということで、もう立派な大人ですよ。いや、もうだいぶ前から。え？ちょっと待って、いつまで子供やってるの？野球やるときはもう子供の気分でやってるし、それ以外でね、やっぱ年下の人も多いし、年下の子たちに、いろいろ伝えていくのも僕の使命でもあると思うんで、それも頑張って、まあ、YouTube も頑張りつつ、仕事も頑張りつつ、まあそれ以外でもやっぱ今野球貢献もちょろちょろやりだしてるんで、それもやりつつ、なんか充実した1年を過ごしたいと思います。いや、本当にたくさんの方からメッセージとかいろいろ DM とかもらって、 LINE ももらって、なんか普段連絡してこない人も連絡してきてくれたりとか、はい、本当いろんな角度から連絡もらえるので本当に感謝しておりますし、より一層ね、頑張っていきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。でも応援コメントたくさん来てんだろうな。いや、申し訳ないな。コメント欄ですか。コメント欄荒れてるよ。素晴らしい。荒れてはないか。賑わってるよ。ありがとうございます、本当に。はい、じゃあということでね、ごえさんも引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、なのでぜひ、はい、翔平さんおめでとうございますという方はね、温かいコメントをぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、ということで本日は大江さんにお手伝いいただきまして、翔平さんに、誕生日プレゼントの方を渡させていただきました。引き続き頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。おはようございます。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあっしゃしょうへい TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。